さあもうお昼近くなんですけど、 YouTube の編集もようやく終わり、出かけられます。今日もマビックミニちゃん連れて行きます。スイッチ持っていくの？ OK。 さあ今日はこれからレオさんとサーフィンをしに行ってみようと思います。ちょっとね、うすら寒そうな感じなんでサーフィン中止です。早速なかなかサーフィンできないという、絶対寒いもんね、水温が。ヤムチャを食べに来たんですけど、めちゃめちゃこの渋滞っぷりです。やばいね、40分待ちだそうです。ここね、このなんて読むのかわかんないけどね、人気のお店みたいです。よっしゃ、順番が来ました。順番が、イエイ。待ってる間にリノタンがイヤホン買って、ルイ君がまたおもちゃゲット。一応ここで、チンタオビールとかあるじゃん、これ飲むしかないな。気をつけてよ。ここはね、世界一安いミシュランレストランなんだって。なのですっげー待ってる、40分待ちでした。さあママのおかゆが来ました。さあ焼きそばも来ました。焼きそば、エビの小籠包いきます。エビの小籠包、うまい、すげーうまい、すげー。今のところはね、めちゃめちゃ美味しかったです。おすすめ。ワイキキのメイン、お昼初めて来ました。この前 夜だったからね、賑わってます。さあレオと恒例の水温チェックへ行ってみたいと思います。さあ足突っ込んでみます。はい、ピッ。うわ冷てえよレオ。うわ全然冷てえよこれ。うわお無理だろこれ。なんで？レオは楽勝らしい。うわ冷たい。さあサーフボードはいくらで借りれるんでしょうか。さあ3年ぶりにサーフィンやってみようと思います。レンタルロングボードね。初めてのサーフィンの感想は？難しかった。だそうです。そっか。ちなみにね、今日はハワイの元旦です。さあここからはちょっとビーチ沿いにね出てみようと思います。最後はジャグジー入りに来ました。さあレオさんはプールで、僕はジャグジーです。さあルイ君登場です。ルイ君、はい、こんにちは。私もルイ君ママの足に乗っかってるだけ。さあカイト君登場。おい、このね、松明ね、自動で作るのだったと思ったら、なんと松明をつける係の人がいました。すっげえ。さあまた今日もここのアイスを食べるみたいです。ご飯を食べる。はい、じゃあね、これから晩ご飯食べに行きます。お友達ん家、リノタンの学校のお友達たちと合流して、
冷麺を食べに行きます。多分冷麺ね。でもあんまり言う限りは冷麺。あ、そういうことね。 OK。さあ、ゆっちゃん着きました。ゆっちゃん、行きまーす。もうお友達んちは来てそう。これね、プロペラガードもらいました。これ、いいわけで、じゃん。プロペラガードじゃないや、あのプロペラの根っこのところにビーチから飛ばしたりするときにこいつがついてるとマビックミンちゃんいいみたいです。ありがとうございます。はい、なんとかお肉入りました。はい、はい、来た来た。さあ、じゃあこのお肉いってみます。これいってみます。これプルコギ、これいってみます。これお肉うまい、うまい。はい、うまいね。おすり、はい、これレイン。あ、もう大丈夫、もうどんどん取ってる。